曲はいつも通り、マキルボンカーをお届けしようと思っております。私が高校生の時シンガーソングライターになりたいって言ったら、そんなバカなこと言ってるんじゃないって、そんなんで食っていけてるの思ってるのっていうね、そんな大人たちにたくさん出会いました。でも、今自分がこうやって歌を歌って、ご飯を食べさせてもらっていて、本当にあの大人たちの声を聞かなくてよかったなって心から今思っています。なんか人はいろんなことを言うと思うし、自分自身もいろんなこと言ってくると思います。きっとお前には無理だよとか、高校生の私は人前で歌うことができても自分の歌をね、オリジナルソングを人前で歌うのがどうしても怖くて、歌えなくて、私絶対無理だろうなって、人前で自分の曲歌うのなんて無理だろうなって、そう思ってたけど、たくさんたくさん場数踏んで、今こうして歌えるようになった自分がいます。人が無理だとか自分が無理だとか、言ってくることはあるけど、そんなんただの声でしかなくて、その声には耳を傾けなくていいんだなと、誰よりも私がそう思っています。いろんなことに負けそうになることはたくさんあるけど、それでもどうか負けないで、やり続けて生き続けてほしいな、そんな思いを込めて最後に曲をお届けします。本当に皆さん今日も暑い中来てくださって、そして聴いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。信じてたとえどんな困難な状況も、私は勝つと決めたんだ。できる、やれる、負けがおなんかするなよ。笑って吹きて。楽しんでこう、よっしゃ行くぜって、そんな辛いことも苦しいこともみんなでやっちまえばなんとかなるぞ。そんな思いで大体結構タイムになって終わりにします。今日皆さん本当にありがとうございました。できなくて悔しくて涙が出る、行くぜって。
しいですかね。負けるもんこれ、どうもありがとうございました。